UU メモリアルは2021年になってからなんですけど、なんでこの時には開催する気満々でした正直ツアーをね。でその後ですかね、何が起きたのかしら。じゃん、あ、ここで中止が発表になっちゃったのか。でこの公演をいつか実現させることを強く心に誓うとありますね。やっぱりね、このツアーにかけていろいろみんなで作り上げてきたものとかコンセプトとかもありましたし、なんならもうセットリストとかね、衣装とかの話まで進んでいたので、ただ幸いね、リハーサルはまだ開始してないタイミングでファンの方の健康とかも気遣ってもう中止にしようっていう決断を下したんですけど、本当にね、まあ世の中全体かもしれないですけど、まあちょっと厳しい言葉を使うと本当絶望的な気持ちでした正直。小倉優衣さんは当時中止に至った経緯と自らの心境を綴ったメッセージをツイッターで公開。その内容は共感を呼んだ。自分もすごくショックでしたし、何より当時はまだファンの皆さんもできるんじゃないかってちょっと希望を持っていた時期でもあったと思うので、もうファンの方もショックだし、みんなショックだしっていう状況でもどうしようっていう気持ちでいて、なんで私ができることとしてはできる限りこう今の正確な情報を伝えして、こういつか実現できる日を楽しみに待っててもらえるような、なんかそういうフォローを何かできないかなと思って、ただ SNS に上げた文章とかはやっぱりすごくなんか読んで心に響きましたって方もたくさんこう反響をいただいたりとか、チケットを用意して待っててくださった方に向けてはブロマイドっていうんですかね、そういうものをお送りしたりとか、ツアーの日程日にライブの映像を順次に公開していったりとか、少しでも皆さんのショックを楽しさに変えられるような、なんかそういう努力というか、私もいろいろアイデアとかを投げさせていただいたっていう感じのタイミングでしたなんか自分にできることっていうのを見つけたりしてました。